ハッツフェルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属すしである。ハッツフェルトは、ヘッセン州の西部、マールブルクの北西、ザックプ・ファイフェ3の北にあたるウェーダー川の谷に、位置している。ハッツフェルトは、北と、東はバッテンベルク、南はビーデンコップフ、西はバート・ベルレブルクと境を接する。ハッツフェルトは、以下の四区からなる。 フォンハッツフェルト家一門は1138年頃にデヘパスフェルトとして初めて文献に記録されている。近隣のバッテンベルク博同様、中世世紀から後期にはマインツ大司教の家臣としてヘッセンマイン紛争に巻き込まれた。1283年に彼らの城が記録されており、そのふもと2340年から都市が建設された。 本ハッツフェルト家のヘッセン側の暴流が断絶した後、まず1570年に、その半分が1588年と1772年に、結局その全部がヘッセン家のものとなった。城は1311年にはすでにヘッセン家に移譲され、霊園となっていた。ハッツフェルトは1866年にヘッセンダルムシュタット領のヒンタラントの一部として、 プロイセン領となり、プロイセンの法律に従って都市圏を剥奪された。プロイセン王国解体後、1950年にこの町は再び市の称号を回復した。ハッツフェルトの市議会は23議席からなる。1989年からウーベールミシュが市長を務めている。就任当時、彼はヘッセン州で最も若い市長であった。 ハッツフェルトの街並みと聖ヨハネス教会プロテスタントイコールルター派の聖ヨハネス教会は14世紀のスレート吹き組み建築である。詳細な建造年は不明であるが1379年の文書中にエマウス礼拝堂が旧教会と記述されていることからこの頃にはすでに新しい教会として聖ヨハネス教会が存在していたと推測される。この教会は 貴族家本ハッツフェルト家一門によって、ブルクベルクの中原に、ゴシック様式の木組建築の教会として建造された。ブルクベルクには、1340年以降に、都市圏を有する入植地、タールジートルングが建設された。祭壇のある内陣には、15世紀の後期ゴシック様式のキリスト十字家像がある。この教会は、この町で2番目に古い教会である。 ハッツフェルトのエマウス礼拝堂は、ハッツフェルトの三つの教会の中で最も古いもので、ある。おそらく12世紀に建造された斎藤を有する三、同式の後期ロマネスク様式レッチュバシリカ教会で、聖キリアクスに建造された。この教会は、ハッツフェルト家の本拠地であり、12世紀後期に、 建設された城を含む防衛施設に囲まれたグローサー・ホーフツー・ニーダー・ハッツフェルト内にあった。14世紀半ばに死壁を持たない市街が建設され、この場所は市街地ではなくなった。これ以後、この狂気はハッツフェルト市民の墓地協会として利用された。ハッツフェルトのオルガン製作者、ヨハン・クリスティアン・リントは1706年に、 西ヨハネス協会のために7つのストップを持つオルガンを制作したのだが、このオルガンは1868年にエマウスレ拝ハイドに移設された。この重要な楽器は、ヘッセンで最も古いオルガンの一つである。エーダー川に突き出した岩山、ラートの上に、プロイセン王国のハッツフェルト上級森林監督官、アルフレート・グラーフ・コルフ・ゲナント、 シュミッシング・ケルゼンブロックが1898年に小さな礼拝堂を建設した。この信仰史に厚い林務官は、この礼拝堂に、聖、フベルトゥスにちなんだ名を付け、その入り口に大きな鹿の角を取り付けた。この礼拝堂は完成後、セシュとその家族の教会堂として使われた。グラーフは1936年に、フベルトゥス礼拝堂に埋葬された。ここには、 グラーフ本人の他に彼の二人の子供が埋葬されている。グラーフの孫は1950年代にこの礼拝堂をカトリック教会に寄贈した。その後、カトリック教会の組織はこの建物を増改築された。ハッツフェルトには鉄道模型の付属品を製造する BS マン、マデルシュピール・ウェレンがある。2010年からはキブリーの商標に関する全権利をこの会社が 保有している。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。